はい、こんにちは、ちくばつかさです。今回なんですけども、チョコボール、今回も買ってきました。で、まあね、前回、前々回、で、今回でね、まあこれ3回目になるんですけども、チョコボールの動画は、まあこれ少ない数でね、どんだけエンゼルを出るか、で、出せるかっていう感じで、やってるんですけども、まあ視聴者の皆様からしてみたらね、まあこんな少ない数でね、まず出るわけないやろと、エンゼルが。まあ言うたら大物 YouTuber さんとかはね、これを言うたら何十個も何百個も買って、まあエンゼルね、出せるかっていう動画上げてはるじゃないですか。で、まあ言うたらね、僕もネットで見たんですけど、実はこれね、なんかあるみたいですね。エンゼルを見分ける方法っていうのがなんかね、こういうとこ見たりとか、っていう風な僕も見たんですけども、もうそういうのはね、なしで。もう少ない数で、少ない情報で、エンゼルを狙っていく。もうこれがね、僕のスタイル、つかさスタイルなんでね。ね。まあそういう感じで、今回もこのね、チョコボール、ね、エンゼル狙っていきたいと思います。で、前回はね、ここにね、いろんなね、神々を置いて、まあね、ちょっと神頼みいうことでね、このチョコボール、開けてたんですけど、まあね、見事ね、惨敗しましたね。ね、なんで、もう今回はね、この、市松、もうね、最近僕市松にね、ちょっとね、取り憑かれてるというか、もう市松がね、僕の頭の上に、回ってるんで、それでね、いろんな、いいことが起きてるんでね、もう市松だけを、市松のみをここに置いて、早速ね、開けていきたいと思います。じゃあね、まず、1回目、開けていきましょう。いきますよ。よっしゃ、緊張すな、これ。いくぞ。おりゃまあね、一回はしゃあないですよ。まあ、これは一回目はね、まあ、ウォーミングアップみたいなもんなんでね。はい。じゃあね、もう早速ね、二回目、いっちゃいましょうか。じゃあ二回目ね、頼むぞ。市松シン頼むぞ。じゃあ行きますよ。二回目、おりゃまあ、しゃあないですね。まだあと二つ残ってますから、まだあと。ね。ちょっと待って。正直今回もあかんのか。いや、まあね。まあまあ、まだ屈しないですよ、僕は。ね。3回目ですね、じゃあ。よっしゃ、行くぜー。おりゃもう後ないぞー。もう後ないぞー。もう、あかん。やっぱもう市松の力を、市松の力を使っても、あかんのかなー。まあね、とりあえずまだありますから、1個。ね。まだ1個。もうめげないっすよ、僕は。ね。こんなん。全然。じゃあね、最後のね、この、チョコボール。最後っすよ、これ。よっしゃ、行くぜー。一松頼むぜー。トリプル一松ですからね、トリプル一松。トリプル一松ですからね、トリプル一松。おりゃねえ、トリプル一松っすよ。ねえ。一度で三度、おいしっ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 し。